ロングバケーションって実は最後は別れる話だったんです。だからロングバケーションってタイトルを僕も北川さんもつけたんですから、人生最悪の時に出会った2人が南の島でお互いに傷を癒しながら生きる力とかこう生きていく力、勇気を持って、それでその島から出てく時はバケーションは終わりだよね、だからロングバケーション。わかるっていうか、1話の始まり方見てたら最後はまた別れていくだろうな感がすごいあったけど、どこで変えたんですか。じゃあ数字がガン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 やってひでえ話だな。いやいやいや、それで視聴者からもう、あのもうなんていうのこれで、僕は一生懸命テレビ誌当時全盛だったんで、テレビ誌ででも別れる話でショックなるべく少なくしようと思って喋ったら、こんなハガキが来て反対ですとか、亀山 P 最低とか言われてまだ SNS が投げたらよかったですね。